ディカルブアベニュー駅はニューヨーク市地下鉄 BMT4 番街線と BMT ブライトン線の乗り換え駅である。ブルックリンクダウンタウンのディカルブアベニューとフラットブッシュアベニューの交差点に位置し、B 系統が平日23時まで、T 系統、N 系統が深夜のみ、Q 系統、R 系統が終日、W 系統がラッシュ時のみ停車する。 改札口駅は1915年6月22日に BMT4 番外線の駅として開業、1920年8月1日に BMT ブライトン線が乗り入れを開始した。BMT 間の主要な乗り換え駅となっており、同じホーム上で別路線へ乗り換えることができる。駅の配線は開業以来何度か変更されており、現在の配線はホームを直線にし駅北側の 平面交差を解消した1956から1961年再建プロジェクトの状態である。また、駅北側にあったマートルアベニュー駅はこのプロジェクトの一環で廃止されている。また、BMT フルトンストリート線や IRT イースタン、パークウェイ線への接続も計画されていた。アッシュランドプレイスコネクションと呼ばれる初期の計画では、高架線である。 BMT フルトンストリート線の列車が本線から分岐首都駅より地下に入り4番外線やブライトン線へ直通する計画もあったが、これはフルトンストリート線からの分岐線と4番外線、ブライトン線の五流部分で多数の制約が重なりダイヤ作成上のボトルネックとなることが予想された。結局フルトンストリート線からの分岐線は建設されることがなく、 ブルトンストリート線自体も IND に引き継がれた一部区間を除きそのほとんどが廃止されてしまった。このほか当駅から西へ向かい、ブルックリンク町を通り、イースト側をトンネルで通過し BMT ブロードウェイ線に接続するルートや南に一ブロックほど離れた場所に位置するイースタンパークウェイ線、ネビンズストリート駅へ接続するルートも計画されていた。駅が開業すると、 4番街線観光線とブライトン線がホームに面し4番街線急行線は通過線として建設された。また、駅の北側ではすべての線路からマンハッタン橋とモンタギューストリートトンネルの両方へ向かえるように平面交差が組まれていた。配線的にはブライトン線がモンタギューストリートトンネルへの本線、4番街線がマンハッタン橋への本線という扱いであった。 しかし、平面交差であることから四番外線、ブライトン線のどれか一方の列車に遅れが出ると遅れがどんどん波及していき大幅な遅延が起こりやすく、現にこの地点が原因の遅延が状態化しておりこの事態を重く見た、ニューヨークシティトランジットオーソリティは1952年にこの分岐部を新たに作り直すこととした。1955年11月30日。 ニューヨークシティトランジットオーソリティは平面交差を解消するための1315万2831ドルの契約を承認のために委員会に提出した。この契約は承認され、ブルックリンとマンハッタン間の輸送は大幅に改善されることになる。マートルアベニュー駅の廃止を伝える案内工事は1956年に始まり1961年4月に終了した。 駅北側の平面交差は完全に解消され、二つの立体交差に置き換えられた。また、この立体交差の用地の確保のため、当駅の北側に位置したマートルアベニュー駅は廃止された。同駅北港ホームは現存しており、マンハッタン橋方面へ向かう列車の中から見ることができるが、南港ホームは立体交差の用地にするために解体されている。その他、 駅のホームも1両あたり60フィートの車両の重量編成の列車の入線に対応できるように北へ150フィートほど延長された。平面交差の解消により、この区間の線路容量が25%増加したと考えられた。また、クリスティーストリート連絡線という計画により、IND6 番外線への接続も開始され、マンハッタン以外に、 ブロンクスやクイーンズへと向かうこともできるようになった。なお、モンタギューストリートトンネルを経由する路線は北へ向かう3線の中で最も列車の運行頻度が少なくなっている。モザイクを用いた駅名標1961年の配線変更の後、1960年代半ばに駅の構造が変更されている。占術したホームの延長のほか、60年代では 新しかったモダンなタイリングが追加された。また、1970年には、マ、ま、タにより、壁面タイル、古い看板、白熱灯を70年代のモダンな壁面タイル、新しい看板、蛍光灯に交換する改装工事が行われた。しかし、改装を行ったにもかかわらず1981年に、マ、ま、タは、ニューヨーク七家鉄内で老朽化した69駅の、 中に当駅を挙げた。このため2004年から2006年にかけても改装が行われている。老朽化した階段や壁、床、照明の改修のほか、ADA に準拠するためエレベーターや展示ブロックの設置、道床の取り替えも行われた。駅は、島式ホーム2面と、線路6線を有した2面6線の地下駅で、中央の2線にはホームがなく、通過線となっている。 入り口階段アップルビーズのレストランの外にある駅へのエレベーターこの駅は駅の南端と北端に1カ所ずつ計2カ所の改札口がある北側には2つの階段が南側には3つの階段と1機のエレベーターがある南北ホーム間は改札内で行き来することが可能であるこのホーム間連絡通路は広い改札外の一部であったが改札外の大部分は閉鎖され 閉鎖部分は関係者のみ立ち入ることが可能となっている。また、南北両解札口には2005年にスティーブン・ジョンソンが制作したデッカルブ・インプロビゼーションと呼ばれるアートワークが設置されている。駅の北側には立体交差があり、モンタギュー・ストリートトンネル方面とマンハッタン橋方面への列車の振り分けを行っている。このうち、 駅の中央を通過する4番外線急行線は、配線上必ずマンハッタン橋方面へ向かい、モンタギューストリートトンネル方面へ向かうことはできない。マンハッタン橋方面へ向かう中央2線と外側2線は互いに行き来することが可能で、6番外線からの南港は行おうと思えば、追い越しを行うことが可能な配線になっている。 モンタギューストリートトンネル方面への線路は、マンハッタン橋方面への線路の下を潜る形で、西へと分岐していく。なお、モンタギューストリートトンネルからは、ブロードウェイ線の他にナッソーストリート線へも、接続しているが、ナッソーストリート線へ直通する、定期旅客列車の設定はされていない。駅の南側では4番外線が下へ潜る形で、ブライトン線と分岐している。 北高ブライトン線、四番街線観光線は、ホームの外側、内側どちらへも入線が可能で、南高は、ホーム内側、外側どちらからでもブライトン線、四番街線、観光線のどちらへも出発が可能である。ただし、現在は、モンタギューストリートトンネルからの南行列車は、必ず四番街線へ向かうため内側線から、ブライトン線へ向かう列車は設定されていない。 ありがとうございます。